ゲテックスとは国際化と地域化に対応するライブラリー、構成要素の一つであり、様々な地域の言語に対応した地域化ソフトウェアを開発する際に用いられる。ゲテックスとライブラリーを用いることで、ソフトウェアの対話的メッセージを翻訳された、現地語にて容易に表示させることができる。まず、ゲテックスとが利用されるよう、ソースコードの修正を行う。これは、 ほとんどのプログラミング言語においてソースコード中の文字列がまずゲテックスと関数へ渡されるよう文字列をラップしていく作業となる。読みやすさやキータイプの手間を省くためゲテックスには通常のエーリアスが付けられる。C 言語ではプリンフを以下のように変更するプリンフマイネーム。C 言語以外にもゲテックスとは以下の言語。 シェルコマンドで実装されている C Objective C ボーン e ェル、バッシ Bash Python GNU クリ i s p Emacs Lisp Librep GNU s モアルトック、GN talk. Java GNU a ー k Pascal Wax v ジ e t s UCP TCL p ー r l PHP Ruby p y t h JavaScript ほとんどの場合使用方法は C 言語の場合と同様である ソースコード修正後、ザジアテックスとコマンドを用いて翻訳可能なすべての文字列のリストを保持する。ポットファイルを生成する。ポットファイル中のエントリーは以下のようになる、src、R、c name、c、36、むずぎどマイネームイズパーセント sn、msgstr。文字列の直前にコメントを置くと、ヘルパプログラムはコメントを翻訳者へのヒントとして扱う。 トラレイターズ S はそのままにしてください。プログラムが変更します。プリンフ、マイネーム。この例では、コメントは、トラレイターズで始まる。そしてザジアテックストは、ポットテンプレートファイルを作成する際に翻訳者のために、そのコメントを抽出する。ドルザジアテックストアド、コメンツイコールトラレイターズ。生成された。ポットファイルには、このようなコメントがつく。 トラレイターズ、S はそのままにしてください。プログラムが変更します。src、name、c, e、M, c、36、M、ムズギドマイネームイズパーセント sn、msgstr。D, percent, S G S T R. ソースコードをもとに生成されたポッドファイルをひな型として po ファイルの翻訳を行い、リソースファイルもを生成する。翻訳作業における全体の手順翻訳者はまず、 上記のテンプレートを入力として、ムズギネットコマンドにより、翻訳リソースファイルの初期状態のものを生成し、それに対して翻訳作業を行っていく。日本語への翻訳作業を行う場合であれば、ドルムズギネットローケイル、イコール JA、インプットイコールネーム、ポットを実行し、これにより JA.PO ファイルが生成される。ファイル内部のエントリーは以下のようになる。 src, name, c, 36, むずぎどマイネームイズパーセント sn, msgstr 翻訳者は手作業あるいはポテットのようなツールによりこれらを編集する。編集後は以下のようになる src, name, c, 36, むずぎどマイネームイズパーセント sn, msgstr 私の名前はパーセント %s です。n, 最終的に PO ファイルは MSGFMT コマンドによりモノバイナリーファイルにコンパイルされこの状態で該当ソフトウェアパッケージの一部として配布されることになるユニックスライクなシステムにおけるユーザーはロケールランゲージを環境変数ラングにセットするここでランゲージは IETF 言語タグに基づく値であるラングイコールランゲージ 例えばシステムのエンコーディングが UTF-8 であり、日本国の日本語を話すユーザーの場合、ランゲージは JAJPUTF-8 を取る。ラングイコール JAJPUTF-8。システムが環境変数より翻訳リソースを検索し、アプリケーションにその言語による表示を行わせることができる。配布物件の PGP 署名。 2020年7月27日閲覧、ボーンシェルの場合、環境変数の設定方法はシェルに従うので、シーシェルならば、シートンフラングランゲージのようになる。ありがとうございます。